12.23 大田区決戦。解散をかけて鈴木みのるに挑んだ丸藤直道がついに箱舟の秘宝を取り戻した。しかし杉浦隆がまさかの裏切り。ノアの、ノアの力入れて。丸藤は歩み寄る潮崎を払いのけ、新たな戦いへと踏み出す。次、あいつを制裁します。これはもうこのベルトをかけて、逆指名させてもらいます。俺から 1.31 横浜文化体育館で裏切りの杉浦隆を逆指名。死亡をかけて完全制裁を宣言。東方の殺戮部隊 KES が鉄兵 USA を撃破し GHC タッグを防衛。ベルト奪回に立ち上がったのはモハメド・ヨネ、中島克彦。克彦はベンジャミン3度目の正直でリベンジを果たし、1月1日付でノア入団も決定。その克彦の心意気に応えたヨネが打倒 KES を誓う。ね、かっちゃんもね、ね、俺なんかをしょ、ね、指名してもらって本当嬉しいなっていう気持ちと、あとはもうやっぱりそういう気持ちと皆さんの気持ちと全てに応えたいなっていう強い思いがあります。はい、本当ね、今回もうこれ以上ないっていうぐらいね、テンション上げて当日に臨みたいなと思っております。でももう作戦は練ってるんで、はい、もう大丈夫です。はい、押しかかるプレッシャーを跳ねのけ、太一から GHC ジュニアを取り戻した石森太一。その余韻に浸る間もなく王者に次なる試練。ね、選手もスタッフも、ね、おい石森ベルトダッシュおめでとう。でもな、おい、てめえがチャンピオンになってもな、ただベルトがノアに帰ってきただけだ。おい、このノアのジュニア、全く明るい光は灯ってないぞ、おい。てめえじゃよ役不足だった。すげえ。このノアのジュニア、シングルベルト、俺挑戦させろ。そしてよ、俺がチャンピオンになってよ、このノアのジュニア、明るい光を灯して、そしてノアのジュニア、さらに面白くして。大原と凄まじい黄金対決を制した剣王が石森に挑戦を表明。ノアジュニア同士によるタイトルマッチが横浜で実現。剣王の挑戦を、ね、言葉で言うの自分ではないので、はい、ぜひ受けるかどうか自分は思います。よろしくお願いします。元王者コンビを返り討ちにし、DHC フィギュアタッグの防衛に成功したこの選手、鈴木軍ジュニアを完全崩壊に追い込むため、タカ・タイチを逆指名。来年は鈴木軍ジュニアを、解体に追い込みたいと思っております。防衛してもうあいつらの居場所を完全に奪い去りたいと思います。小舟の力になるために孤独な戦いを続ける塩崎浩二、強力な相棒ノアジュニアの一時代を築いた男、金丸義信が箱舟に帰ってきた。またジュニアのベルトというものを視野に入れていきたいと思います。塩崎は箱舟の原動力になるためにも避けては通れない相手、鈴木みのると横浜で一騎打ち。倒さなくちゃいけない人間がいるので、やっぱり鈴木みのるという人間をね、超えないと自分の先というものも見えないので、シリーズを通して、はい、金丸さんの力を借りてしっかりと上げていきたいと思います。この戦いが新たなる箱舟の鍵を握る。ノア2016年開幕戦は
1.9 後楽園ホール鈴木軍入りした杉浦が夜と組んでいきなり箱舟に襲いかかる。チケットは各プレイガイドにて絶賛発売中。詳しくはノアホームページまで。2016年プロレスリングノアはみんなをいい形で裏切ります。